はいどうもモンゲーライダーでーす。今回はですね、岡山県全市町村グルメラリー第58弾ということでね、今回訪れる市町村は相田郡東粟倉村です。大原町までやってきたんですがね、前々回のグルメラリーで取り上げた西粟倉はですね、このままこの国道373をまっすぐ行ったら着くんですが、東粟倉の場合はこの大原からですね、国道429に入ります。ここが西粟倉と東粟倉の分岐点ですね。東粟倉村の中心部あたりまでやってきました。ということでね、せっかく東粟倉まで来ましたんでね、ちょっと東粟倉のねおすすめスポットでも行ってみようかなと思うんですが、まあ岡山県内のライダーの方はね、この国道429走って、まあ、兵庫県に入ってね、千種高原のあたりとか走るっていうのは定番のルートだと思うんですが、このまま国道429まっすぐ行きますと、岡山兵庫県境の渋木峠というところに行くんですがね、その渋木峠直前にですね、この東粟倉の絶景スポットがありますので、ちょっとそちらに立ち寄ってみたいと思います。どんどんとね、山の中、まあ道が木々に囲まれて鬱蒼としてきました。山深くなってきました。この辺りが岡山県と兵庫県の県境、渋木峠ですね。で、このままここを登っていくと渋木峠を越えて兵庫県に入るんですが、ここでまっすぐ行かずに右折します。看板が見えてますね。ベルビール自然公園、この看板が見えたら右に曲がります。ということでね、目的地に着きました。ベルビール自然公園という場所ですね。ではバイクを止めてね、ちょっと散策してみたいと思います。愛の鐘、リュバンベールと書いてあるですね、あそこの鐘の辺まで登ってみましょう。日本最大のベルみたいですね、この愛の鐘というらしいです。まあ、一人で来るとこじゃなさそうですけどね。近くで見るとなかなか立派な建物ですね。で、あそこに鐘があります。これが愛の鐘ですかね。上まで上がると銅像がいくつか立ってますね。この山の誰もいないところに銅像が立っている、なかなかシュールな光景です。確かこの鐘のあたりまでね、登れるんですよね、この建物って。ちょっと登ってみましょうか。建物にこのドアがあります。ここが開いてますね。ちょっと行ってみましょうかね。ベ
ベルを鳴らすのにちょっと募金がいるらしいんでね、ちょっとお金を入れておきましょうかね。どうやら上まで来たのか、これはここかな。あ、ここだ。これが愛の鐘と呼ばれるやつですね。でかいな、近くで見ると。これがね、鳴らせるみたいなんでね、ちょっと鳴らしてみましょうか。どう鳴らせばいいんだ、こうかな。思いっきり引っ張って、鳴らした鐘が今村中に響き渡ってしまいました。で、このベルがある建物から見る東粟倉です。こうして見ると本当に中国山地に囲まれた小さな村っていうのが分かりますよね。本当にこのここの少しの平地に集落が形成されている、それが東粟倉です。ここから見る景色、もう中国山地の1000メートル級のね、山々が続いていますが、そこでこの目の前にあるこの山、これがですね、岡山県最高峰後ろ山という山です。この後ろ山に抱かれた村、それが東粟倉なんですね。なのでこの東粟倉という村はですね、昔からこの後ろ山の山岳信仰、それが色濃く残る地域なんですね。今でもその名残がですね、村に残っていますので、次はそちらを見に行ってみたいと思います。はい、ということでね、後ろ山の麓まで今降りてきました。今僕の目の前に見えてる山、これが後ろ山でございます。でこの辺りに今もまだなお残る後ろ山の山岳信仰、そのお寺がございます。ここがですね、道仙寺護摩堂と呼ばれる場所です。別の名を女人堂と呼ばれます。この女人堂の意味なんですがね、こちらに書いてある通りですね、ここは、この後ろ山というのはですね、現在も女人禁制の山となっているんですね。そう、この後ろ山というのはですね、この時代、現在になってもですね、女人禁制を貫いている山でございます。かつてね、こういった山というのは修験道と呼ばれてまして、まあ修験者たちが修行する場所ということでですね、まあ聖なる地、まあ霊山とも言うんですがね、まあそういったことでですね、かつて女人禁制の山というのはたくさんあったんですね。ただやはり時代が、まあ、進むにつれて、それはまずいだろうということで、どんどんそういった山はなくなっていったんですが、現在日本にある女人禁制の山というのはここ後ろ山と奈良県の大峰山、それだけになります。このお寺もですね、なぜ女人堂という名前が付けられているかというと、かつて女の人がここまでしか行けなかったということですね。かつての修験者たちはですね、この護摩堂からですね、後ろ山を登っていったみたいなんですが、ここから先1時間ほど登山するとですね、奥の院という場所があります。そちらがですね、今もなお女人禁制の結界が張られており、そこから女性は入れないということになっております。まあもともとこの東粟倉というのはですね、粟倉の庄と呼ばれてまして、まあかつて西粟倉、東粟倉一帯はまとめて粟倉の庄と呼ばれてたんですね。それが明治に入って西粟倉と東粟倉に分かれました。この後ろ山というのが女人禁制になったのが1300年前と言われておりますから、はるか昔、ここがまだ粟倉の庄と呼ばれていた時代から根強い山岳信仰が続いている、
そういうことでしょうね。そして先ほどのごま道から少し歩くとですね、愛の水という看板が見えてくるんですね。ここはですね、後ろ山の湧き水、それが湧いているということです。どうやらここからその後ろ山の湧き水を汲めるみたいですね。せっかくなんでちょっと汲んでみましょうかね。で今回東粟倉村辺で行くお店なんですが、今回はですね、東粟倉愛の村パークというところにあるですね、レストランに行ってみたいと思います。愛の村パーク80メートル左折という看板が出てますね。ここを左折と。もうありがたいことにね、看板、案内看板が出てますんでね、分かりやすいですよ。見えてきた見えてきた。この山深いところに急にこんなおしゃれな洋館風の建物、不思議ですね。どこから入ればいいのか、こっか。では行ってみましょう。愛の村パーク定食ですか。そうそうそう、これが人気なんですか。結構人気です。それからハンバーグかな。はあ、ははあ。わ、うん、かりました、はい。ちょっと考えてみます。はい、どれも美味しいけどね。
はい、ということでね、愛の村パークで愛の村パーク定食っていうのを食べてきましたけどね、まあ普通に美味しかったっすね。で、あれだけ天ぷらも含めてね、あれだけ品数がついて1000円ぐらいなんでね、なかなかまああれだけ品数がついて1000円だったらお安いのかなと思いますね。でね、まあ、あそこでお食事をするとね、愛の村パークにある温泉もね、半額で入れるみたいなんでね、もしよかったらね、温泉も入ってご飯も食べてね、楽しんでみてください。ということで、グルメラリー東粟倉村編は以上になります。次回、岡山県全市町村グルメラリーは和気郡日生町です。次回もよろしくお願いします。それでは今回も最後までご視聴ありがとうございました。